岡崎、お前どこほっつき歩いてやがったんだよ。ほら、もう渚ちゃん袖で控えてる。頼むぜ、音響係さん。任せておけって。渚！バカかおめえは！この夢が親の夢なんだよ！お前が叶えればいいんだ！俺たちはお前が夢を叶えるのを夢見てんだよ！俺たちは夢を諦めたんじゃねえ！自分たちの夢をお前の夢にしたんだ！親とはそういうもんなんだよ！家族ってのは、そういうもんなんだよ。だからあの日からずっと、パン焼きながらずっと、俺たちは、それを待ち焦がれて生きてきたんだよ。ここでおめえがくじけたら、俺たちは落ち込むぞ、てめえ。責任重大だぞ、てめえ。サナエ、いるんだろ、どっかに。おめえも言ってやれ！渚！